こんばんは。こんばんは。村長です。ゆたとです。はい、今日はどうですか。今日は名古屋あるあるを語っていこうと思います。はい、よろしくお願いします。はい、僕名古屋あるあるで、村長は関西出身なんですけど、まあ僕の十数年生きてきて感じた名古屋あるあるを語っていこうと思うんですけど、はい、まず一つ目、これ最近知ったんですけど、休み時間を放課っていうのは名古屋だけらしいんですよね。うん、はい、そうですね。僕ら言わないですからね。はい、まあ、休み時間を放課という。はい、はい、まあ、続いて二つ目、地方生まれ、例えば稲沢だったり一宮の方が名古屋出身と言いがち、うん、愛知出身じゃなくて、まあ見栄を張ってというか、そういう感じで名古屋出身で言いがちなんですよね。これは結構あるあるですね。そうなんですか。はい、岡崎とかの人はダメなんですか。でも岡崎って割と大きなお家ではあると思うんで、割と岡崎出身っていうと思うんですけど、多分稲沢とかその中途半端なって言ったらすごい失礼ですけど、そこら辺の人たちでも稲沢市民を敵に回る名古屋出身って言ったりもしますね。うん、まあ楽っすからね、でも正直、まあまあまあ、分かりやすいですからね。はい、愛知県出身ですっていうより名古屋出身ですっていう方が、ね、ピンとはきますね。はい、やっぱりピンとくるんでね。はい、それもまあなんですかね、そういうところの条件なんじゃないですか。はいはいはい。でまあ、続いて3つ目なんですけど、まあ名古屋走り。まあこれまあやっぱり愛知県は全国でね一番事故の多い。でして、もう何年も連続でワースト1位を取っちゃってますけど、僕今自動車学校に通ってるんですけど、こう路上に車で初めて出てみて、やっぱすごいそれは感じましたね。やっぱり自分が路上に出てこそ、まあ、すごいこう後ろから迫ってくるなとか、まあ、赤信号でもあの車行っちゃったとか、そういうのが多いですね。まあ、とりあえず、はい、バスレーンがありますからね。バスレーンってまだ走ったことないと思うんですけど、はいはいはい、結構ねあれ危ないんですよね本当に。なんかまっすぐの道と右の道とね左の道っていうのがあるんで、まあ普通の他府県の人があって右の道ってでも左に何ですか、そこからまっすぐ行けるだろうとか思ったりするかもしれないですけど、はいはいはい、横にバスレーンって言ってもバス専用レーンがあったりするんで、でまあ一番そこがやっぱり名古屋で事故が多いですよね。あとはウィンカーを出さない、急な進路変更、多分ここが一番名古屋走りの条件なんじゃないですかね。はい、やっぱりあれですか、関西に住んでる頃よりはやっぱこっちに来て名古屋走りっていうのを感じましたか。いやもう慣れましたね。あ、もう慣れましたか。はい、あ、本当ですか。毎日車乗ってるんで本当に慣れました。はい、っていう感じで名古屋走りはこんな感じなんですけど、続いて4つ目、まあ集合場所は大体金時計、銀時計、名駅のね、名古屋駅の高島屋の前ですね。はい、はいはい、あるんですけど、まあ、この金時計、銀時計あって、多分まあ金時計に集まる方が多いんじゃないかなって思うんですけど、うん、まあ、この金時計って言っても結構広いんで、あそこの広場は、うん、まあ、なかなか人を見つけることはできないですし、まあ、エスカレーター登ったところにいる人もいれば、結構離れたところに待ってる人もいるっていうのがあるんでまあ結構ね、なんていうんですかまあとりあえず集合といえば金時計、金時計っていうのが名古屋あるあるかなと思います。そうですね。はい、まあ、続いて5つ目なんですけど、まあ、モーニングといえばまあ米だ、間違いないですね。はい、もう5時、あれ5時から空いてるのかな、多分5時ぐらいから空いてると思うんですけど、はい、まあ、僕はたまに早朝にね草野球しに行ったりするんで、その後によくコメダとかにね行くんですけど、5時6時からね、おじいちゃんおばあちゃんすごい元気だなみたいなね。うん、すごいですね。いっぱいで混んでますもんね。いや、めちゃくちゃ混んでますね。はい、コメダのモーニング何が出たっていうと、ワンドリンクにつきそのトーストがついてくるんですよね。いろいろ卵とかいろいろ味選べるんですけど、まあ、それでね、まあ、よくみんなコーヒーとモーニングしてから遊びに行くとか、そういう方も多いと思いますし、結構名古屋のモーニングといえば米田っていうのは結構名物ではあるかなと思いますね。モーニングがでも盛んですよね。なんか、うん、いろんなところがもうその、まあ、米田が一番発祥なのかわからないですけど、まあ、一番
モーニングが盛んな地域じゃないですか、名古屋市っていうか、まあ、愛知県がそうなんですけどね。うん、っていうのはどこですかね。っていう感じですかね、名古屋あるあるといえば。まあ、他にも、名古屋住んでる方とか、名古屋こういうとこあるなとか、いろいろあるあるある方いましたら、ぜひコメント欄でお待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。バイ。ご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございます。で、期間限定で、最後に僕のすごい激似なプロ野球選手のものまねやってるんで、はい、はい、ぜひ最後まで見ててください。はい、よろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。